インドの台所へようこそ。今日はいちごの素敵なデザートを作りましょう。とても簡単なんです。いちごのヘタを切ってキッチンペーパーの上に置いて乾かします。黒いお皿の上に土入り紙をのせて粉砂糖を振りかけます。そしてお手柔らかに紙を持ち上げるとじゃーん、デザインが素敵ですね。こんなちっちゃいスクープでいちごの真ん中から中身をすくいて穴を開けましょう。縁を傷めないように気をつけてくださいね。こうして穴ができました。いちごの型も切り取って立てるようにします。スクープがない場合ぜひナイフを作ってくださいね。そしてクリームチーズです。このチーズをちょっと柔らかくするためにミルクがバッチリ混ぜてあります。これに粉砂糖を入れます。お好きなように使ってもいいです。そしてバニラエッセンスを入れてよく混ぜます。このパイピングノズルをクリームで埋めます。それともビニール袋に入れてその先を切ってください。全部のイチゴで開けた穴にクリームをたっぷり入れてください。最後にミントの葉とピスタチオでトッピングします。ぜひ作ってみて登録もお願い。